メアリー・ウィックスはアメリカ合衆国ミズーリ州生まれの女優、声優である。1910年にミズーリ州セントルイスに生まれる。ドイツ系、スコットランド系、アイルランド系の家庭でプロテスタントの家系だった。セントルイス・ワシントン大学を卒業後に女優として活動を始め、1934年にヘンリー・フォンダとの共演舞台でブロードウェイデビュー。 1930年代後半からは映画にも出演し始め、徐々に知名度を上げていく。オーソンウェルズ主催のラジオドラマ、ザ the ・マーキュリー・シアター・オン・ザ・エアーにも登場している。背の高さと独特な声で個性派としての才能を発揮し、1950年代あたりからはテレビドラマやミッキーマウス・クラブなどのテレビ番組にも出演。ラジオ版ではあるが、 ディズニーの声優として101匹ワンちゃんの悪役であるクルエラ・ド・ビルの役を演じた。なお、メアリー自身がクルエラのモチーフとも言われており、メアリーがクルエラの衣装を着用し、撮られている写真も存在する。1990年代に入ると、かつて NHK でも放送されたトム・ボズリ、トレーシー・ネルソン主演のミステリードラマ、名探偵、ダウリング神父では、主人公、 ダウリングが神父を務める教会の家事係、マリーを演じた。その他、ウーピー・ゴールドバーグ主演の天使にラブソングをシリーズにおいては、年配シスターのメアリー・ラザラスをユーモラスに演じ、その歌声も披露した。1962年にはエミー賞にもノミネートされたが、受賞には至っていない。晩年は、人不全とおよび合併症による壮絶な闘病生活をしながらも、 女優魂でラバーンの声優を務めていたが1995年に、術中、術後合併症により、満85歳で亡くなった。彼女の遺作となったのは、ノートルダムの鐘であり、役所は3体の石像のうちのまとめ役のおばあさん、ラバーンで、声優を務めた。2004年にその功績が称えられ、地元であるセントルイスのウォーク・オブ・フェームにその名が、刻まれた。 ありがとうございます。